はエドアールマネが年に制作した絵画この作品は、アントナンプルーストが、エドアール・マネに移植した式を主題とする4点の連作の一つとして制作されたが、マネは本作と春の2点を制作しただけで死去した。本作は、1883年にマネが死去するまで、彼の手元に置かれていた。最初に公開されたのは、 1884年1月にエコールデ・ボザールで真似の解雇展に展示された折であった。本作は真似の遺産管理者によって同年2月2日から3日にかけてホテルドローでオークションにかけられた。番号21が付けられ本作には1550フランで落札された。落札者はジャコブという画商であった。この画商が誰の意向を受けて落札したのかは はっきりしていない。もしかすると、レオン・レイン・ホーフが主張するように、画商は、オペラ歌手ジャンイコール・バプティスト・フォーレの代理で本作を買ったのかもしれない。フォーレは、その後、本作を、この作品のモデルを務めたメリー・ローランに送ったか、売り渡したのであろう。しかし、メリー・ローラン自身が、ジャコブに購入を依頼した可能性もある。メリー・ローランは、死ぬまでこの絵画を所有し、 故郷、ナンシーのナンシー美術館にこの絵を移動した。本作は、マネの絵画作品が、地方の博物館の所蔵となる、最初の事例となった。この遺存を受けて、東部芸術協会は本作を、印象派の巨匠による主要な作品の一つ、19世紀の美術史における一品と表現した。マネは、ウォルトのペリースを身にまとったメリーローランをモデルとし、ポーズを取らせた横顔を、 イタリアのルネサン式の肖像画のように描いた。彼女は日本製の布地の前に置かれており、背景の青い色調と服装の栗色が彼女のバラ色の顔色を引き立てている。ありがとうございます。